東京メトロ17000系電車は、東京地下鉄有楽町線、福都新線の通勤系電車。老朽化した7000系の置き換えを目的に、2020年1月に第一編成が落成後、東京メトロ線及び総合直通他車線内で約1年をかけて各種性能試験や乗務員訓練を行い、2021年2月21日より営業運転を開始した。 2022年度までに0両編成6本と8両編成15本を導入し、7000系を置き換える予定である。外観は従来の7000系や1万系の特徴だった丸型のヘッドランプを継承しつつ、フロントマスクは丸みを帯び、これまでよりも優しい印象を持ったデザイン。車体のラインカラーは服と新鮮のブラウンをベースとし、 有楽町線のラインカラーであるゴールドの細いラインが描かれている。車内空間もラインカラーのゴールドとブラウンを基調として、釣り皮にブラウン、シートの背もたれにゴールドを使ったデザインとなっている。また、貫通引き戸や袖仕切り、荷棚に透明な強化ガラスを採用することで車内の開放感を高めている。東京メトロによると、17000系は7000系と比較すると、 冷房能力の向上、座席幅を拡大するなど利用者の快適性を大幅に向上。さらに、全車両にフリースペースを設置、車両の床面高さを低減、ドアで入り口下部をホーム側に約10度傾斜させるなど、車椅子やベビーカーの利用客に配慮した空間となっている。また、走行中の危機状態を総合指令所や、 車両メンテナンス担当部署から遠隔でモニタリングする車両情報監視分析システムを導入している。2020年10月1日に日立製作所と共同でグッドデザイン賞を受賞した。なお東京メトロがこの賞を受賞したのは1万系車両銀座線リニューアル計画に続き3回目となる重量編成編成表。ありがとうございます。